はい、本日もやっていきます。西脇カントリークラブ9番ホール。こんばんは。日本の真ん中のゴルフ場ですからね。日本の真ん中から皆さんに動画を配信するという最高ですね。なんかやっぱちょうどなんか真ん中やなって感じすごいする。マイゴルフが真ん中なんですよ。だからバランスが合う。昨日受けたそれ合ってないな。右肩上がってんな、はい、右肩下がったな。バランスバリバリ一瞬しか合わない。取ろうとしすぎて合わない。これは右セーフ。フェードで。ヘード。ヘードで。F。F かまし。PF。ナイスドロー。あだす。芯には当たったな。うわー、ぶっ飛び。あだす。芯に当たったな、久々に。ナイス芯。あ、脱力で、あれ風呂。っていうのを思い出した。あれ振ったら一瞬で脱力できる。OK。 あざす。もう球が生きてるわ。アライブ。デッドアライブ。うん、アライブ。アライブってどういう意味？アライブは生きているっていう。いや今もう力ゼロ。えでもええ球やったな。やっぱアマチュアの方がいかにマックスイングで力使ってるか分かるね、うん、僕今のマジで 1% ぐらいしか使ってないマックスイング。でもやっぱ力入るよね。力入る。分かる。あの僕もやっぱ入ってましたわ。だし力入るっていうのを分かった上でやっぱ抜かんと。そうやね、うん、どうせやっぱ力ってその無力で知らんうちに入るよな、うん、だから入るの分かってるからやっぱより抜かんとあかんやな、うん。エリートグリップさんからねちょっと新しい練習器具をいただいたんですよ。うん、いいので僕 R シャフトを使ってたやん。おうおうおう。あの感覚を練習器具で味わえるっていうもう最高の練習器具いただいたんで、まあ、軽くねもうこれは案件とかでも何でもないし紹介したいと思います。あれ最近使ったのそれ。それ振ったらやっぱええんよ。力抜けるというか待てる。ちょっとまた見せますね。いいコースやな。しかしドミドリドミドリドミドリです。日本って何コースあるんやろ。4000 1000とかじゃなくて。それはねえだろうでも俺ら大体行ってるな。もう、うん、1% ぐらい1% 行けてる。行ってないな。そう考えたらすごいな彼行こうとしてるからね。お前がいいせよ。彼広島まで行く。広島行くってことはもう全部行こうとしてるから。広島行って岐阜行って稲4いなよ。大富士行って大富士行って富士山見れず関東行く言うて大富士行って静岡でチューブですよって言われて富士山も見れずでハンバーグ食って腹壊して174俺は壊してないもんだって174腹強すぎんねんてセックスアイアンいいですね。今のセックスアイアン。はい、オッケー。あごめん発音が発音怪しかった。ネイティブやからさ。見た目はネイティブタイね。タイかベトナムね。揚げてんな。この揚げちょっと一定にしてほしいな。なーによ。かじれ。そこ俺。やめ。よし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 。前はあのバンカーやったら寄せるやろ。ああ今日は偉い。もっと左振り抜かなあかん。広いなこのゴルフ場。うん、敷地がなんか広々してて気持ちいい。162 6番アイアンカットで。天才がおった。入ったぞ。入れ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 。うおおナイス。わエコだね。ラッキークッキーもんじゃ焼きついでにせんラッキーウッキー。その俺ボケた後のボンちゃんドアップ定番化してるな。切り取り集できるんじゃん。ナイス。写真は162やろ。うん、って6やろ。うん、162ってほんまやったら8やん。うん、で上げやったら7で7でも届くやん。うん、その6で打ったのをちょっと聞かせてほしい。皆さんに聞かせてほしいな。皆さん聞かせておか。皆さんやったらやっぱ7
ね、持っちゃうね。まあさっき皆さんこれ今回のシリーズ見てくださる方、見てくださってる方ね、さっきの前回の動画のパー3で僕140を9番アイアンでカットで打って、うん、いやいや15ヤードか20ヤードぐらいもう手前、うん、ショートしたんですよ。あの時にこう風の重さをもう見てるんですよ僕は、うんうんうん、今日の風の重さね、このアゲンストの、うん、あれを見て浅い人はあそこでもう、あ、うわ、なんでやねんって文句言いながら終わるんですけど、うんうん、僕はあの時に、あ、今日の風こんなに重いんかと、うん、いうことをちょっと僕は絵の君と違うんで、あ、全然違うね、うん、よくないなこれなんでこういう風になっちゃうんやろいや、あの、まあ、それは冗談なんですけど、あのミスから今日はこれくらいの風の重さやなっていうのを感じ取ってるんで、もちろん迷ってたんですよ。7番アイアンでちょっとドロー系でこうガチッといったら、うん、多分ぴったりやなとは思ってたんですけど、まあ、ちょっと左右もねこう放題なんであんまりこう曲げすぎても嫌なんで、まあ、フェードでいきたいと、うん、ってなった時にさっきの感じで7番アイアンで打ったら絶対15ヤード手前なんで6番アイアンで打ちました。やっぱこう湿度がある時も重いんかな。いやでもちょっとこの風が意外と吹いてると思うよな、うん、そのさっきの感じ感覚的より、うん、ナイス。やっぱ一球も無駄な位置だってないな。そうないんですよ。まあでもその人次第やね、うん、それを無駄と思っちゃったらあかんけど、やっぱ考え方次第、うん、何でも一打一打には意味があるんやな。そう、意味を伝えてあげるのも自分次第深いね深いね。5-1でっていう打ち方は僕にはできないんで、 PT で、 PA で、抜けた、うん、PA で抜けた。視聴者さんが見てくれてたのに、ありがとうございますありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。1打目でここまで来ましたありがとうございます。ごまかしてます分かってないねんから1打目でここだけマジカイルバークシャー、カイルバークシャー、髪の長さぐらい、髪の長さぐらいはな。来た、よっしゃ、うわマジか惜しいなあ、圧巻バーディーやったのにパーになっちゃった、パーになっちゃった、もう先しおったバーディー、あれめちゃくちゃなってる、めっちゃボギー打った。もう後半また30で回らなあかん。あ、めっちゃ右行った、えぐっ、目かなこれ、ちょっと待ってくれ、目あるんか、ちょっとなんか見え方がおかしかったな、頑張っても入らへんやつ。いやー5オーバーかな、一緒の感覚で見たやろ、あの大叩き、自分の大叩きと俺の大叩き今一緒にしたやろいくつっすか言うて、俺が5オーバーか6オーバー行ったかな、5オーバーか6オーバーで回ってて、5じゃん、そんなもんか、あ、そんなもんなんすねっていう顔したやん今ほんまよ、うわ入れたかったな最後、入れたいなあれ、入れたかったけどなんか左打ったら抜けそうやってんな、もうあれはしゃない、ちょっと正直グリーンのスピードが出てないのと、うん、あとはやっぱ傾斜が強いから、ちょっとでも今のは微妙なとこ、難しいな、つけたとこが微妙だったかもしれんお疲れ様です、お疲れ様ですこの度マイゴルフ予約がスタートしました。なんと全国のゴルファー皆様にマイゴルフに出演できるチャンスがあります。応募条件はマイゴルフが自信を持っておすすめする提携コースでラウンドしていただくだけです。ご予約いただいた全ての方々にドリンクサービスかお土産品をお渡ししております。予約方法などの詳細は概要欄の URL をチェックしてください。皆さんぜひ僕たちと一緒にラウンドしましょう。お待ちしております。待ってます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、今回2週間というか僕の方に、うまそう、ハラミ重です。人気メニュー、ありがとうございます。
そしてボン選手グツグツ言ってます。グツグツ言ってます。カレーうどん匂いやばい。カレーうどん、カルマさんは東京ドーム午前、東京ドームあ、アジサイ午前、花かご午前。いただきます。綺麗。もう魚といえばカメラマンさんね、うん、魚専門。あのいただきます。いただきます。はい、行きますか。行きますか。後半ね、頑張ろう。後半は行くよ。ポンちゃんボギー最後。イエス。力ゼロパーショット。左バンカー多分超えると思うんで、だいたいあの辺で左バンカー超える方向を狙って、そこからフェードしていい感じみたいな感じか。お願いします。ロンガイ大丈夫、これ大丈夫か。うわお、鬼遠回りです。ここら辺にしようかな。でもセーフなら全てチャンス。お願いします。お願いします。いいとこ打った。ナイス、いいとこ打ってるよ。よし、ナイス。ツーオンできるかな。530上げいけるっしょ。うちのボンさん、なあ、紹介するの忘れとった。これちょっと振ってみてください。これ赤、僕はもう赤、この赤を押してるんですけど、まあこれは結構早く振るよ。うわ、それ自分当たるで。そう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 。あ、なんか気持ちいいな。こうやろ。うん。そう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 。え、それもうちょっとあと5回振ってみて。でこれ振ってみて。おお。あ、なんか柔らかく感じるな。そうやろ、クラブがすごいやな、すごない、うん、これでタイミングを待とうみたいな。そう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 。いや、これね、あの黄緑は硬いんよ。硬いって言っても柔らかいんやろ。いや、あ、まあまあまあ、そうやけど、ちょっと柔らかいけど、でも結構硬い。赤いやつでこうタイミング見て、でそのタイミングであの黄緑のやつでピュンって入るみたいなイメージですけど、僕はでもあの正直ですけど赤だけでいいかなって感じです。俺今どっちでしたっけ。赤。赤。赤がめちゃくちゃ柔らかくて、であれ結構軽いんで、まあ、アマチュアの方ね、こう振り急ぎとかする方は、うんうん、こう急いじゃったらもうバチンって自分当たるし、タイミング合わないんですよ。あれで待てるようになってきたらめっちゃいい感じだな。いやー、狙えんかな。え、狙えんかな。一応距離見よう。うわ、これだってハイボールでいかないむずいで。257ピンまで。うん。左えぐいな、いかついな。左いかつい。左のあの木あるやん、左からフェード。何笑うとん、何笑うとん。できひん、いやいや、フェード打てないじゃないですかって顔すんの、ほんまに。未来が見えます、左のバンカーを越えてある。おー、いい未来。もう未来変えようか。狙うん。ああ、ちゃうな。スプーンで。男やね。あざす。しっかり左。いった？ちょっと弱いか。ナイス。でもいいとこ。ナイス。完全に僕はもう S 字グリーンこっちなんですけどね、その一番左の右側の一番左のセコイアで165ぐらいなんですけど、あそこまでの距離まで打ってしまったら右セコイア次グリーン狙うとき気になると思うんで、だからあそこのセコイアは越えときたいんですよ、距離的に絶対。で次それで見えてくるのバンカーなんですけど、おそらく180ぐらいで入るんですよ、あのバンカーで。右は165で越えるんで、もう175ぐらい打ちたいですね。なんで7番でフライヤーとアゲンスト総裁って感じで。えい、あー、オッケーオッケーオッケー。おー、いいとこ。あざす。よう行ったな。ひどかった。あ、ほんま。うん、さすが。ビニールハウスの中で溜まってるから。ビニールハウス激狭。うん、
5.4m しかないから空広いな、そう考えたらそこでフェードドローを打ち分けてるから、まあ物は考えようやね、うん、全然。さあいいとこ置けました。95ヤード60度思いっきりドローを振っていいかな。ウェッジはね落ちるんが早いんでそんなめちゃくちゃ受けないと思うんですけどね、スピン量は多いですけど。60度でいきます。あー、ドロー過ぎた。おー、ナイス。あざす。ちょっとドロー過ぎたけど距離はぴったりですね。これってワンクラブ？うん。うわー、これドロップやばいな。耐えた。ナイスドロップ。ナイス。5-1で。いいよ、入っちゃえ、入れ。おお、ナイス。あざす。これは攻めたかやったね。よしよしよし、もう力ずくでバーディー取ろう。力ずくでね、もうバーディーが一番の薬でさ。メディシン、メディシン、 I love メディシン。よし薬物中毒。ウォンちゃんええやん、涼しい。これ風なかった、だいぶ暑いぞ。うん、朝なかったもんだって。朝なかった。明日天気悪くないよな。明日も晴れ、ありがたいね。ありがたい。今日大雨で霧で見えへんかなと思ってた。やっぱ全然いつものカメラマンと違うから晴れるね。いや、いつもの方です。ん、お前雨降る方。雨と霧の男。雨降り王子。うん、完璧やったけどな。お先、ね、どんまい、どんまい、いいパットやったの。うん、ナイス、ナイスバディ。ありがとうございます。ナイス攻め。よし、大叩きやから一個取ろう。大叩きちゃうやん、前半大叩き。いや、しゃあないやろ。いや、でもショートパットやっぱ難しいよな。重たい分、重たいとな。ショートパットむずくなったら全部むずなってくるからな。で、ここは傾斜もあるから、なかなか傾斜を生かしたピンポジに今日は切ってたから前半。グリーン速かったらめっちゃおもろそうやけどな。怖すぎひん。でもなんかその意味わからんとこ狙ってこう寄ってく感じおもろい。あ、ボンちゃんナイスバーディーと思ったらぜひ高評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。ありがとうございました。